近鉄側、出入口開業を間近に控えた鳥羽駅。海辺に立つ様子がわかる。JR 鳥羽駅鳥羽駅は、三重県鳥羽市鳥羽一丁目にある、東海旅客鉄道、近畿日本鉄道の駅である。JR 東海の山宮線と、近鉄の鳥羽線、島線の三路線が乗り入れ、接続駅となっている。いずれの路線も当駅が、奇襲点であるが、 近鉄の2路線については、鳥羽線列車の約半数がそのまましませんに直通する。近鉄には M78 の駅番号が設定されている。近鉄線利用時にはピタパ及びピタパと相互利用可能なカードの利用が可能であるが、JR 東海利用時には、とかを含むこれらのカードの利用ができない。両者とも地上駅である。JR は零から二番線を使用し、 東端式ホーム一面三線がある。一番線は0番線側の切り欠き部にある。なお、快速、三重は、主に一番線から、普通列車は主に0番線から発車する。近鉄は3から6番乗り場を使用し、島式ホーム2面4線を持つ、京上駅になっている。ホーム有効長は重量編成分を確保している。なお、当駅から賢島までの特急停車駅の、 ホーム有効長は8両までなので、10両の特急の後部車は当駅で切り離す。近鉄乗り場は、賭場線建設前の JR 線南側から、現在の北側に移動している。このため、乗り場の番号は、JR と続き番号であるが、その順番には並んでいない。改札口は、JR ホームに直結している、JR 管轄の地上改札と、 近鉄管轄の京城駅車内の2カ所がある。JR と近鉄の乗り換えは中間改札なしで可能であったが、2020年3月18日より JR 駅の無人化に伴い、現在では改札口は完全に分離された。なお、どちらの駅にも管轄担当者の券売機、窓口しかなかった。JR 東海の駅は伊勢市駅管理課の無人駅。 近鉄の駅には、駅長が置かれ、浅間駅賢島駅間を管理している。近鉄線ホームは、下り本線は4番線、上り本線は5番線である。3.4番乗り場は、発車については、上下両方向可能であるが、入線は、宇治山田方面からしかできない。ただし、伏線化までは3.4番乗り場も、上下両方向から入線が可能であった。なお、 5.6番乗り場は上下両方向からの入線、発車に対応しており、賢島方面へ折り返し普通列車が出る場合、ホーム賢島寄りから発車する。1日の平均乗車人員は以下の通りである。近鉄は JR からの乗り継ぎ人員を含んでいる。は、歴年統計による。戦前は、商船が修学旅行生を中心とする観光路線、島電鉄が、 地域住民を中心する生活路線として機能していた。1970年の近鉄鳥羽線の開通により、国鉄利用者が激減し、近鉄利用者の大幅に増加した。JR 鳥羽駅の利用状況の変遷を可表に示す。1916年時点の乗車人員は、三重県内の駅で第8位であった。近鉄鳥羽駅の利用状況の変遷を可表に示す。 鳥羽佐田浜港の市営線、三橋鳥羽バスセンターかもめバス長らく駅敷地内では、なく国道42号を挟んだ向かい側の鳥羽バスセンターのみであったが、2012年4月に、近鉄鳥羽駅敷地内に、かもめバス、鳥羽駅バス停が新設された。鳥羽バスセンターは、駅と連絡橋でつながっている。 鳥羽バスセンターと鳥羽駅の双方に乗り入れる便は少なく便によりどちらか一方に乗り入れる。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場2019年4月、現在2020年3月13日まで松下駅との間に池の浦らサイド駅があった。ありがとうございます。